はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、変わったフィギュアを紹介したいと思います。今回ご紹介するのはね、まずね、私ヨドバシカメラに行きまして、購入してきたものがあるんですね。それのご紹介でもあるんですけれども、まずね、買ったもの、まずこちら、はい、なんてことはない、ガンダムマーカー、はい、これのメカグレーとガンダムマーカーのメタバイオレット、はい、こちらを購入しましたね。これはね、ちょっと今ねフィギュアの塗装をしてる最中でしてね、ちょっとリペイントしてますんで、いろいろとね、買いました。はい、でこれだけで済まそうと思ったんですけどね、レジ前にねちょっと置いてあってちょっとね気になったんですよ。随分お安くなってるなっていうので、ちょっとこちらをね買ってしまいました。はい、じゃじゃん。はい私の動画では珍しくアメコミです。はい、マーベル、スパイダーマン、はい、スパイダーマン、こちらね、なんかね、もう見た感じすっごいなんか可愛らしい感じのスパイダーマンなんですけれども、これね、お値段がね、はい、21,470 円ですね。はい、めちゃくちゃ安かったんですよ。めちゃくちゃね高いんですけどいやこれがねなんとすっごい安くなってて4,980円だったんです。うわ、めっちゃ値引いてると思って、なんでと思って、これそもそもこれなんだろうと思ってね、いろいろ横とか見たんですよ。かわいいねこれね。こういう感じでね、全部英語なんですよ。全部英語だから何書いてるか全然わからない。でこういうね、すっごいスパイダーマンがベノムに追っかけられてる、かわいい。はい、しかもねこれなんかめちゃくちゃ重いんですよ。これなんだろうと思ったらね、なんかねいろいろ後ろのねこういう絵でね説明があるんで、なんとなくはわかるんですよ。なんかねこれを見るとスパイダーマンに「ヘイ!」って話しかけると「ヨー!」って返すっていうね。はいでなんか質問すんとなんか答えるのがね、でなんだろうねこれね、グータッチできるんだねでなんと表情が変わるらしいんですよ。多分ライトアップ、目がライトアップ機能ついてて、多分仕草かなんかでこうウインクしたりとかするんでしょうね。で多分こっから髪の毛が生えてくるんでしょうねこれなんだろうな、なんか電波飛ばしてるってこと？でなんかこれは多分 Wi-Fi なんですよね。で見るとなんかね Wi-Fi に対応しているのか、なんかいろいろとね、こう音声のマーク、Wi-Fi、Bluetooth で APP とか Google こちらからなんかダウンロードできるっていうことが、多分音楽とか再生できるんじゃないかっていうね。じゃないとこんな高くないでしょう。元値2万ですよ。21,470 円が 4,980 円になって、でさらにポイント使ったんで、およそさっきの、このガンダムマーカーと合わせて 3,000 円ちょうどぐらいだったんですよでこれで 3,000 円ですよ。安っと思ってね、思わず買っちゃいましたね。なのでちょっとこれはどんなもんかっていうのをね、開けてみたいと思います。はい、じで早速ね、ちょっとビニール開けて箱から取り出してみましょう。はい、一応ね、元の、ここのアウターケースをパコッとね外しました。そうするとね、スパイダーマンのマークと、ここにスパイダーマンって書いてありますね。これを開けてみましょう。よいしょっと。はい、そうするとまたなんかありますね。これを見る限りだとスパイ、なんかアプリがあるのかな。アプリをダウンロードするって感じかな。で USB を接続すると、でなんかこのスパイダーマン胸のところのマークを押すとなんかどうなるのかって感じかな。あら、随分とでっけえのが出てきたな。うわ、でっか、重っそして重い。いや、これなんじゃこれ。うわ、なんこれ。あら、これなんかジャック、イヤホンジャックみたいなあれがあるね。で USB からなんか取るあれがあるね。うわ、いやでもね、質感がね、バスケットボールもこれバスケットボールと同じ材質じゃないかなこれでこれ手も動くんですね、これね。なんか胸押せるな。すっげえ短足、めっちゃかわいい。うわ、キュート、そうキュート。ほんとバスケットボールみたいな質感ですよ、これが多分まあ本体なんだよね、で多分この下になんか型がドラえもんみてえだなここにさらに、よいしょっと、まあ USB のケーブルと、あと、説明書ですね。説明書はどうなんだろう、日本語対応してんのかな。全部あれ、これ日本語がない、全部全部英語だ。これ細かっ。あれ、でもあった、日本語あったわ。すっげえ細かい字が日本語でありましたね。いや、すっげえ細かいなこれは。葉月ルーベルはこれいや、すげえ細かい。まあでも日本語が入ってたからよかったな。でまあこれが台座ですね、台座、なるほど。これはどういう、なんだこれ、あれ、はい、取り出せましたね、ここにもなんかあれがあるね。 USB のジャックみたいなのがありますね。なるほど。ここにまあ載せる感じで、なるほどね。はい。じゃあちょっとね、一通りちょっと組み立てたいと思います。はい。今ね、USB から電源入れたんですけれども、胸が光ってますね。これすごいんですけど、肉眼ではね、この白い光の点滅見えないんですよ。でもなんカメラ越しだとすげえ光ってんね。何なんだろうこれ。肉眼では光ってるように見えないんだけど。なんだろうね。とにかく胸が光ってますね。なんか命が吹き込まれたような鉄腕アトム的な感じになってる。これ押したらどうなったんだよ。あれ、おっ、点灯した。なんおっ、どういうこと？すっげえ今壮大な音楽が流れて終わったね。どういうことどういうこと？もう一回押してみようか。Grab your mobile device and download the app. Then we'll talk. うわ、すっげえ何これ。めっちゃハイテクなんだけど何言ってっかわかんねえ。これなんだろう。どういうこと？なんとかなんとかなんとかワンモアタイムって言ってたね。なんだワンモアタイム、もう一回押せばいいのかな。Grab your mobile device and download the app. Then we'll talk. いやワンモアタイムって言ってね。なんとかアタックなんて言ってんのかわかんねえな。これ何なんだろうな。それ以外ないもんな。多分、なんだろう。Grab your mobile device and download the app. Then we'll talk. ネモタックなんて言ってっか全然わからへん。ちょっとこれは公式のなんかそういうなんかサイトかなんかでなんか説明書はなんかネットみたいなんですよね。説明書きを見るにはさっきのはただ注意書きですね。さっきの説明書かと思ったの。なのでちょっと公式のページで説明文を読んでちょっと勉強したいと思います。